浮き足立ってきたなと思ったら、まずは深呼吸しましょう。あなたなら大丈夫。頑張ってね。ラムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。呼び乗り匠です。あ、ごめんなさい、カラオケと間違えました。ここから真面目に話します。受験生の皆さんが試験本番実力が発揮できることをですね、心から願っております。ぜひ大学生になって呼び乗りのチャンネルを見に来てください。では最後までファイト。はるちゃん、ブレイクするだけです。受験生に一つだけ伝えておきたいことがあるんですが、それは受験当日は多分焦るということです。でも正直、受験当日は誰だって焦りますし、これは仕方のないことだと思います。だからこそ、初めから焦るのは当たり前だと開き直って、もし試験中に焦ってしまったら、一度立ち止まって深呼吸してから再度目の前の問題に集中し直していただければと思います。というわけで、今まで頑張ってきた成果を精一杯発揮してきてください。最後はもうなるようになるんで大丈夫です。共に頑張りましょう。受験生の皆さん、こんにちは。僕は編入だったので共通テストは受けたことないんですが、問題は見たことあって、あの問題をあの量解けるのはマジですごいと思っています。普段は同じ目標を持つ人と比べられることが多いと思うので感じないかもしれませんが、皆さんとんでもなく勉強してきたと思います。自分はすごいんだと自信を持ってください。応援しています。受験生の皆さん、こんにちは。一岡元気です。さあ、いよいよ受験ということで、僕がですね、中学生時代、高校生時代からね、大切にしていた3つの言葉があります。それをですね、皆さんにお送りさせていただきたいと思います。1つ目がですね、人生楽しんだ者勝ち。そして2番目が、今やらなきゃいつやるの。そして3つ目はですね、なるようになるというね、3つの言葉を大切にしてきました。やっぱりね、人生楽しんだ者勝ちということでね、将来自分が好きなね、楽しい職業に就きたいなと思って、そこをね、目指してね、勉強したりしてました。で、今やらなきゃいつやるのということでね、もう今やらなきゃ、頑張らなきゃいつやるんだよと、将来やってもしょうがないじゃないかと、今勉強しようということでね、今やらなきゃいつやるのという言葉もね、大切にしてきました。そしてですね、最後、もう頑張って頑張って頑張り抜いたら、あとはね、なるようになりますから、今までね、皆さんが勉強してきた成果しっかりね、出ますから、それは安心してね、受験の日はね、安心してリラックスしてなるようになると思って試験に臨んでいただければと思います。受験はね、緊張しながらも、その先の人生ね、思い描いて楽しみながらリラックスして臨んでみてください。こんにちは、初英語のやつです。皆さん、受験を控えていてものすごく忙しい時期だと思うんですけれども、やはり重要なのは本番で自分のベストなパフォーマンス、自分の本領を発揮できるかどうかっていうところだと思うんですよね。で、どうやったらベストなパフォーマンスを出せるかっていうと、やっぱり自分を信じることができるか、自信があるかっていうところに行き着くと思います。じゃあどうやったら自信を持てるかっていうと、成功をイメージできるかどうかっていうのはものすごく重要なんですね。なので今から皆さんができることとして、自分の成功、自分がしっかりとした成果を出すことができるんだっていうふうに、どん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 信じてあげること、どんどんそれをイメージしてあげることっていうのが大事になってくると思います。まあ、英語でも You can if you think you can、ね、もしできるというふうに思ったらできますよっていうね、そういう格言があったりするんですけれども、しっかりと自分で成功しているイメージを強く強く念じることによって、本番ね、自信を持って取り組むことができるようになると思っていますので、ぜひ、どん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 マインドセットからね、作り上げて本番臨んでいただければなというふうに思います。頑張ってください。受験生のみんな、この動画を見終わったらスマホ閉じて勉強しよう。What's up, man? How you guys doing? みちゃんです。せいやです。皆さん、試験本番までいよいよですね。私も受験してたんで分かるんですけども、緊張されると思います。ただ僕、大人になってみて思うんですけども、やっぱり人生そんな緊張できる経験ってないんですね。で、緊張してるってやっぱ本気になってる証拠なんで、めちゃくちゃ素敵な経験だなと思ってます。なので緊張されてる皆さん、マジで素敵です。こんな時に使える緊張を表すフレーズ、何？テンスアップもありますよ。テンスアップ使えるかな、まあまあまあ、多分試験出てくるよ。お、出てくる。ということで、バイバイ。受験生の皆さん、今まで本当にお疲れ様でした。もうあとはご自身がやってきたことに自信を持って、自分は受かりに来てるんだっていう気持ちで試験に臨まれるだけです。やってきたスケジュール帳だったりとか、間違い直すノート、お守りとして持っていくと心強いかもしれません。皆さんから素敵なご報告伺えるのをとっても楽しみにしております。
頑張ってください。ファイトです。受験生のみんな、共通テスト本番、戦う準備はできてるか？自分の力を信じて、ベストを尽くそう！武田塾一同、応援しています！受験生の皆さん、どうも、パサロボの先生森です。これまで皆さんがやってきた努力っていうのは消えません。そしてその努力の量を知っているのは自分自身だけです。だからこそ本番は、自分を信じることをしちゃダメです。自分を信じるんじゃなくて、心の底から信じ切ってください。信じるでは戦えない。それが本番予想外のことが起きた時に分かるはずです。だからこそ最後の最後まで自分自身を信じ切ってください。そして本番を誰よりも楽しんでください。皆さんの健闘を祈ってます。皆さんこんにちは、医学部受験メディケイト塾長の細井です。さて明日はついに共通テストですね。皆さん緊張してちょっとね眠れないかなって思ってるかもしれないですけれども、しっかりそこはね寝ていただいて、本番で全力出せるように頑張ってほしいです。本番でどうやって全力または実力以上のものを出すかっていうと、やっぱり最後は自分を信じる力だと思います。どれだけ自分がやってきたかを思い返せば、周りの受験生よりも圧倒的に自分に優位性があるということはすぐわかるでしょう。それぐらい自信を持って本番会場で問題に取り組んでください。自分がわかんない問題は周りのやつも絶対わかりません。そして自分が知ってる問題だけが出てる可能性が高いです。それぐらいのメンタリズムでいかないと本番で他人を圧倒することっていうのはできないですよ。実際いろんなわかんないこと、まだできてないことたくさんあると思いますけど、その全部ほっぽろかしてですね、もうあなたがやってきたことしか明日は出ませんから、すべてそれ以外自分がわかんないものはみんなもわかりません。それぐらいの気持ちで回答にね、穴が開くぐらい見つめて、よく考えて、相手の出題者の気持ちを汲み取ってマークしてってください。そしたらあなたの共通テストはもう最高のスコアが出ることでしょう。頑張ってね。受験生の皆さんこんにちは、キャスタイズ TV の小林です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。とうとう共通テスト前日がやってまいりました。明日は本番ね。ここから2日間一生懸命ね、試験と戦ってきてください。これまで皆さんが勉強したことは皆さんをきっと裏切りません。ぜひ最後まで諦めず挑戦をし続けてください。素晴らしい4月が皆さんにやってくることを祈っております。いいか、みんな未成年だ。みんな確かに大学入ったら新歓コンパで一気とかするんじゃねえぞ。好きなだけ飲めね。受かったら美味しい酒を自分のペースで飲んでください。頑張れ。新歓が飲んだら一気。皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの吉村です。入試まであと少しの時期になってまいりました。やっぱりねすごい緊張が高まってきたりとか、必死に頑張ってきたのにまだ解けない問題があって焦ったりとかすると思うんですけども、一回落ち着いてね、今まで自分が頑張ってきた勉強というのを振り返ってもらえたらきっと自信につながると思います。あとちょっとの期間、ここをねやりきるかやりきらないかで合否が決まってくると思います。4月に笑って、新しい学生生活を過ごせるのか、悔しい思いをしながら学生生活を過ごすのか、これはあと少しの期間どれだけやりきるかにかかってると思いますので、最後まで走り切ってもらえたらと思います。応援してます。頑張ってください。はい、どうもアキトントンです。ということで皆さん共通テスト前日にこの動画を見てる人が多いんですかね。これまでめちゃくちゃ勉強してきたと思うんですけど、それを発揮しなあかんなーってなって、絶対テスト中って緊張したり、いつもあったら解けるのにみたいな感じでパニクると思うから、アキトントンから一つ皆さんにアドバイスをあげるとしたら、そういう時にこそ笑顔になってくださいってアキトントンはいつも言ってます。おそらくこの応援動画ではそんなこと言ってる人一人もいないと思うんですけど、そういうね、わからへん、焦るわ、むずいとか緊張するってなった時に一回笑顔になって、皆さんの頭の中にいろんなお世話になった先生の顔とか思い浮かべながらもう一度テストに挑んでみる、もう一回問題を見てみるっていうことをしてみると意外とね解けたりしたり、するので、ぜひ笑顔っていうのを意識して解いてみてください。はい、緊張をほぐしながら肩の力を抜いてね、やってください。マジで笑顔っていうのをアキトントンはおすすめします。ということで皆さん受験勉強頑張ってください。ファイトントンということで、ありがとう、トントン頑張って。受験生のみんな、諦めなければ夢は叶う。少なくとも最後まであがくことで君は最高の人生を手に入れることができる。ファイト。ジャパンチャンピオンになるために勝たなければ意味がない。誰より君は点を取り、ジャパンチャンピオンになるため勝って死ぬまで勝ち続ける、まだ見ぬ自分へ。ジャパンチャンピオンになるために戦い、視線を超える、没頭しろ、一文字に命を懸け、己の非力さに絶望しろ。ジャパンチャンピオンになるために夢を夢で終わらせるんだ、今覚醒せよ。ジャパンチャンピオンになるために君だけの合格物語を作り上げろ。プロジェクトジャパンチャンピオン、リリース開始、今なら合格通知もらえる。
いよいよ入試本番、緊張したり不安になってることだと思います。そうなると人はね、いろんな妄想に襲われるんですよ。今までの成績がどうだとか、入試の合格可能性が何パーセントだとか、そんなデータや理屈に自分の人生決められてどうするの。いいですか、成功者はみんな人生のかつてどこかで諦めることを拒んだ人たちなんですよ。絶対に諦めるな、絶対に絶対に諦めるな。はい、サラマレ君、世界史講師佐藤です。とうとう明日世界史やるよ。で、行くよ。これ具体的に言うからね、マークをするのは全部問題が解き終わってから最後の残り10分でマーク、つまり解く時間は50分です。でね、資料だな、読みにくいな、これは国語の問題だなと思ったらどんどん飛ばしてってください。簡単なものはすぐできます。そしたら後で戻ってきてもう一回やる。きちんと時間を計算して50分で解いてください。知識は絶対に優しいですから、すごく優しいから、だから自信を持っていく。いい、解けないなんてことはない。はい、全国の皆さんこんにちは、早稲田合格塾代表の平です。明日共通テスト本番ですね。で、まあ結構いろんなね、教育系 YouTuber の方がね、いろんなことをおっしゃってると思うんですけれども、ね、まあ結構明日頑張れよ的なね、メッセージが多いと思います。で、僕はじゃあ何を言おうかなと思った時に、これね、皆さんに分かっておいてほしいんですけど、まあ、皆さんの多分今一番考えてることは、明日頑張るぞっていうことと裏腹に、明日失敗したらどうしようという気持ちがあると思うんですよね。ただ僕はこれ毎年ね、うちの生徒らに言ってるんですけど、入試はね、自分の行きたいところに一生できたらいいんですよ。本当に。一生99杯だっていいんですよ。行きたいところに1個受かれば。なので、まあ明日ね、仮に失敗したとしても、自分のたくさんあるチャンスのうちの1個、要は、コーナーキック1回失敗しちゃったなぐらいで気楽に受けてください。でも思いっきり飛び込んでください。ボールに向かって。その気骨でいいと思います。で、実際うちの生徒もね、共通テスト失敗した人、過去にはセンター試験に失敗した人でも、その後、気持ちを切り替えて、顔は上に上げて、で、早稲田に逆転合格、本来の力出し切りましたっていう人っていくらでもいるんで、だから、明日は数あるチャンスの一発目が来たんだ。もし失敗したとしても、次の二発目に備えよう。君は力があります。大丈夫です。明日はね、思いっきりゴールに、そしてボールに飛び込んで点を決めてきてください。とりあえず、落ち着いて、ゆっくり頑張ってください。坂上でした。まだ森哲です。受験生の皆さん、いよいよ受験本番ですね。まあ受験はよく孤独との戦いなんて言われたりするんですけども、まあ確かにね、試験を受けるのは皆さん一人一人なんですが、これだけね、皆さんを応援してくれる人がいるっていうのが、この動画を通して分かってもらえたんじゃないかなと思います。ぜひともこの動画に激励メッセージをね、送ってくれた方々の応援を力に変えて頑張ってきてください。自分の後ろにはこんなにすごい人たちがついてるんだ、こんなにすごい人たちが応援してくれるんだっていうふうに思って力を出し切ってきてください。